よろしくお願いします。カウンストンの、ベジです。そして。じゃじゃ、キーフーじゃなくて。自己紹介して早く。<っ>んなんだよ。おい。まずい。おい。<laughs> <laughs> おい。なんか誰かうなされてるぞ。<laughs> これ病室だろ、多分。今日東大が。<laughs> もうダメそうです。あ東大がやばい。<laughs> レジさん、<え>応援してください。あ、応援？応援してあげてレジ。東大がやばいんだって。東大,東大休んでるけど<う>今日。そう。熱でしょ？応援して。 応援ってだから東大の気持ちをこう直す方向に解放解放の方にさ変とくせえけ行け東大行け行け東大おせおせ東大おせおせ東大行け行けおせおせお前ならやれるどうだもっともっと本気でもっと本気でだってレイジ頼むもっと本気でやって東大を。 拳してあげてくれ頼む <laughs> 東大のプレーディオレたちを揺らす。いけるジもうじらさないで我慢できないどうだもっともっと死ぬ気で応援してください <laughs> うるせえうるせえ <laughs> もういいうもっと死ぬ気で応援してやってくれなんで死ぬ気ってや,やってめんくれ。タなまあ いけとうだいいけとうだい俺はお前を信じてるいけとうだいいけとうだいお前ならお前なら<う>絶対に乗り越えられるぞーどうだああそのまま帰ってくんなもうこのまま帰ってくんな マジで <laughs> <laughs> おいどうした今日ちょ <laughs> おい今日東大いないはずだよな <laughs> 熱で出したとこ言ってで、なんで東大がいつも座ってるところに血のついたティッシュだけを置いてはんだよおい <laughs> もう、おい二度と帰ってくるなもう、今、くたばったんだろ今ピーとって。あ、っ,っちゃったねろはい、じゃあ、くたばったんだろもう、東大。<laughs> はい、もう、もうダメです。帰、帰って。 帰ってこなくていいですこのままいやそれをやめてよレイジ東大むしろ帰ってこれないってことじゃんごめんわかった残念今までありがとう東大いやもしかしたらこ復活するかもねだからそれは人間だ分かんないからやっぱ復活しないんだよ人間って別に一回来たまったらそれはマジその人間のその未知の能力みたいなであいつ熱出てんでしょう。言ってたよそうそのなんかグワーとかやる余裕はあるのこのこのなんか一応あるはあ よろく本当のギリギリの状態東大も「レンジさんお願いします」ってことだから一 <laughs> からやりますんでっていうことだからゴミ拾い <laughs> ゴミ拾いからやりますんでってことだから <laughs> <laughs> ななじゃなくてで全然応援してもさ、うん、なんか元気にならないし、うん、ごめんね何でおめえが謝ってるんなマジでマジ無理です無理です何やっても無駄何やっても無駄ですあはは <laughs> ほら東大がいつもここで渡してくれるんでたをもうないからその今日やるはずの髪のとかをもう。 東大がいない,い。来た来た来た。メキシ来たメキシ。<laughs> ごめんね、まあ。こんなバタ。<laughs> おい、あいつがあの必要みたいになっちゃうだろうおい、あいつがいない。東大がいない。こんなバタバタしてたら、あいつがいないと何もできないやつはず。になっちゃうだろう。意外と大事だったんだ東大。気づくという。<laughs> あごめんね。おい。 やめろその、だから、俺に、口の、俺が口の周り青いということを伝えるために、全部の単語の前に青をつけて。青機嫌直して。いや、マジお前さ、うん、機嫌直したいんだよな、俺の。<laughs> な、それ、青機嫌直して治るわけないじゃん。青これやってあげるから、機嫌直して。マジムカスク、こいつ。マジ無理。この土地は絶対に譲られ帰れんなんでソーラーパネルの設置に反対してる地主がいたら、機嫌直ると思ったんだ <laughs> くそー <laughs> ということで、 ハロウィンさんのカウジャッシュ ということでですね、今週のごめんねレジはラジオネームひけえもんさんからいただきました。なるほど。ええ皆さんからもつかみを募集していますのでメールお待ちしております。花水もね全部なくなったはい今のペペペの間に鼻を噛むというあのもう慣れてきてます鼻水にね。に溶かし込んでね。もう向かそれ飲んでるじゃん。全部鼻水を鼻水を飲んでるやつ鼻水出した今。ああ。 腹に入れたわけじゃないんだ腹に入れて胃に溶かし込んでません、うん、ごめんねマジ無理 <laughs> マジ無理あの、うん、いないんですよ今日東大がうう熱が出たって言ってめちゃくちゃ熱出してるらしいめちゃめちゃ熱出たらしいようん <laughs> 全員体調悪いよえんだよ体,体から鍛え直せこのラジオはちょっとみんなね今ちょっとはい でもメキシはちょっと回復したか <おっ S 1> ただ一番最初に年末に風邪ひいたのメキシだから、うん、持ってきたのかそう持ってきた全部ウイルスを <laughs> <laughs> このラジオ全員に <laughs> <laughs> あの新年第2回目の放送であ<ー>あの前回は、うん、あの年内だから去年にもう収録しちゃってたから収録って意味ではえ何こ今年初収録って意味でね、うん、なんか懐かし何か 懐かしく思うちょっと空いたもんね間この収録もねうんねえんか懐かしくあアンテュレッテュッテュがやっぱちょっと懐かしく感じるぐらい空いてるから最近踊ってくれてるかなあの公式で踊ってくれてあの X で女の子ねいや毎日踊ってくれてる多んあの子ありがとねすげえこいつラジオでなんか口説いてら相当かわいいようわまあでもレイジの方がかわいいけどねうわなあ ビリなんだろ何何ヶ月も連続でそのリスナー口説いてたりすっからいやでもレイジの方が可愛いからね最終的に知らねえそんなとこ聞いてねえ髪も切ってさ俺髪切ったで前髪短くしたいいねこれいやいいよだからその方がいいっしょううんんレイジ前髪短い方がいい当？うん。ありがとうなんか美容師さんにも言われたこれ切ったっていう美容師さんにもあの なんか妖精感強まりましたねと妖精はいなんのえーなんのに見えるいやだから青の妖精ムカつくなマジでな俺がさうんえなんの妖精見える言って言ってんの笑顔とか見てないのお前あこいつホクホクしてんなでその後自分が青の妖精って言った瞬間この笑顔って消えるなとか予測できないいやいやもっと笑顔になると思ってたけどああじゃやり直しだお前もなに全部感覚がずれちゃってるからごめんねダメはは でさ俺ちょっと聞きたいことあったんだけどさ俺がそのさ髪切りに行ってさあのね俺ちょっとまあちょっと時間長引くから山口さん飯とか昼の飯とか済ましちゃってていいからっカットパーン3時間とかかかるからあので飯食ってたじゃん家帰ったらさあのゴミ袋にさどうしたののあケンタッキーの箱が置かれてたの。お 入ってたのえ、ケンタッキー食ったのあの日もちろんもしかしてあのクリスマスの日 m 1決勝の日あのケンタッキー買いに行ったら今日はクリスマスイブなんで予約してる人じゃないと買えませんって言われてすごい悲しい顔してるじゃん山口さんその顔覚えてる俺すごい覚えてるあれのリベンジ一人でしたってことそうですえ、可愛いねあとコーラ アメリカ <laughs> <laughs> だから5本ぐらい食ったかなえっ1人で 1> <laughs> 相当ケンタッキー欲がたまってたんだとポテトといいなめちゃくちゃ腹いっぱいえー、うまかったマジでうまい <laughs> 幸せだったマジで幸せ <laughs> あのー、でやっぱはいあのー、なんていうの、うん、骨めっちゃさザ、はい チキンみたいな形のやつあるねあじゃん。手元が細くて、なんかハンマーみたいになってる。あ、わかるわかる。あの、わかるよ、軟骨ついてるやつね。ザチキンみたいな。あれよりかは、やっぱりその、もっとなんかこう。なんか、なんか拳みたいなやつあるじゃない。わかるわかるわかる。あっちの方が好きなんだ。なんか、そうそうそう。あれ多分部位が違うんでしょう。うん。多分部位が違う。となんかこう、ドスっとしてるやつ。あれが好きなんだ。あれうまかった。え。 千八百円ぐらい。ええ、千八百円ぐらい。一<え>人で。<laughs> <laughs> <laughs> 俺がいない間に、一人でケンタッキーパーティーしてたの。うんうん、そう。 追加で頼んでるからって俺どいうこと追加って4本しかないわけセットがはいはいはいもう1本くげるぞっていう気持ちがあったからあれ買いに行ったのそれともウーバー買いに行ったああちゃんとねうん病院にもう一本追加病院に隣接されてるケンタッキーね俺らの俺らの最寄り俺らの最寄りのんで病院に隣接病院内にあるケンタッキーでしょあそこ買いに行ったのそうよかったねでも 何食ったあの時あの日あのチャーシューメンと餃子あのあれうん太陽あそこうまいねうまいうまいでしょいいねうまいいいんだよすげえ腹いっぱいになっちゃってさそうやな元気出る元気る俺チャーシューメンと餃子で1500円ってさそんな金の使い方してっから金ねえんじゃねえのあないねはい非常にね でもあのスポンサーつけば金もらえる人だって、ね、スポンサーついてくれよ頼むから、うん、ちょいないスポンサーヘゲリいない株式会社ヘゲリあっ何お前が社長の会社レイジがレイジ,ジが社長の会社のムカつくなマジであのさ、うん、あの、うん、そんなスポンサーもついてくれないよもしそんなね、うん、何俺がもし会社やってたとしても、うん、ヘゲリなんて名前絶対つけないんだよヘトゲリの。 でそんなねお前の会社のさヘゲリつけてスポンサーついてくんないって言ってつくわけないじゃんそんなヘゲリとかいじられて <laughs> <メ>もっと、うん、あのこっちを機嫌よくさせないとスポンサーさんなんだからそう機嫌よくさせてみてこの今聞いてるスポンサーさんの機嫌をよくさせてさいやあのー、ヘゲリさんはいダメもう <laughs> えちいそれ誰も呼んでんのそんでいや株式会社ヘゲリじゃないの株式会社ヘゲリじゃないの,、うん、ないのレイジはあダメだもう噛み合ってねえや <laughs> ダメだもう一発目取るって言ってて言、うんうん、株式会社ヘゲリさんしてだから聞いてる<お> <laughs> 人に社長がいるかもしれないから、うんうん、その人が機嫌よくなるようなことを言ったらって言ったの <laughs> あ株式会社ヘゲリさんに対してだからそれは誰なんだよ <laughs> 誰が社長なんだよでも日本にいるかもしれないじゃん 株式会社ヘゲリワークス、ヘゲリワークス。やってろよ、マジで、一人で。<laughs> なあ。ヘゲリワークスさんに。いないいないヘゲリワークス。知らねえよ。なんでヘゲリとか言ってワークスとかつけてんだよ、マジで。<laughs> なあ。で、やればいいじゃん、社長として。じゃあ、<うん S 1> なたが知らないけど。ヘゲリワークスの社長としてうん。 いやでもそれはきついよだって俺ヘゲリワークスじゃないもんだって <laughs> ワークス俺だってヘゲリワークスじゃね俺だってヘゲリワークスじゃねえがヘゲリワークスはあ <laughs> 社長ついて社長頼む社長しかいないだって俺らが逆転できるってだってあのスポンサーさんがねつくとかなりのポイントらしいの、うん、かなりのポイントだからついてもらうしかないんだよもう <laughs> ヘヘヘゲリワークスの何？社君？ヘゲリワークスの社君？ヘゲリワークスの社君？知らねえよ。ちょっとじなんで考えなきゃいけないんだヘゲリワークスの社君？まあどんな時でもやっぱ出さないなんかそのやっぱヘゲリヘトゲリは出さなきゃいけないっていうのはあるか思う、ね <laughs> <laughs> <の>。出なくてあ,あ,あなたが社長でね。でレジがレジが。<laughs> 俺副社長だから。<laughs> いいや<よ>。とね、そうトンネルでさんみたいに <laughs> 社長と副社長でやってるみたいな。 レイジがヘゲリワークスの社長で副社長山口んああか黄色とかねユニフォームはやっぱりそのえ,えユニフォあのー、制服ってことうん黄色と茶色めっちゃヘゲリじゃん,ん黄色と茶色 <laughs> 上黄色のシャツに下パンツ茶色のパンツああめっちゃいいじゃんよくねえだろそんな会社 <laughs> 誰が何の仕事してんねよまずヘゲリワークスあ事務所 個人事務所そうだね俺らのうんだから馬関辞めた時にあいいじゃんいいじゃんいいじゃんそれいいじゃん立ち上げるヘゲリワークスうん株式会社ヘゲリワークスマちでやってろ社長トミネレジで俺やんだマジやりたくねマジやりたくね今すぐにでもできるかもなだからそれだったら本当にだかも結局立ち上げちゃう まずその考えるより行動しろとは言うよよくねただ立ち上げてどんな活動してるの社訓はとかも言われてるし社訓、うん、まあだいつも通り生きるっていうのがやっぱいい一番いいことも, <laughs> <い>もっとへげに寄せろいつも通り生きるみたいなそのしゃなんかノーマルな社訓言ってないで <laughs> そうすることによって いつも通り生きることによってもうヘゲリは完成されてるわけだからああレイジはいやだから社長を見習えっていう <laughs> その意識して寄っていかないでもできてんねん社長っていうのはっていうことだから俺やだよ <laughs>、うん、新年一発の TBS 来てそんなヘゲリワークする社長とか言われてさ、うん、いつも通り生き,れ生きればいいんだって言うのそれであの部下たちにスポンサーにつくと自ら <laughs> 俺らが。 えそのヘゲリワークス立ち上げて、うん、でそのヘゲリワークスという会社としてこのカメチャシティのいいかも <laughs> なんかさだってさそういうのやろうみたいになってたじゃん、ね、そういうのやろうみたいなあの企画やろうみたいな何かやんなきゃみたいな,ったな <laughs> え会社立ち上げるじゃん、うん、ヘゲリワークス。 あれがないよだから最初の資本金みたいなのねえよあれさ書くじゃん会社ってさサイトがあるわけそうでバレるじゃん資本金いくらみたいなバレるじゃんあそこにだって金ないじゃんそうだねあれだ今通帳にいくら入ってる通帳にえっと見た時はえっと363円とかだったの見た時はねちちちち <laughs> え何,の何の見え張ってんの見た時はみたいな見てない時に別に金増えないと <laughs> だからくしくもそのケツみたいなマークだからそのケツみたいだからいいかもねだからそれはヘゲリワークスにとってはケツみたいな3だからういう <laughs> 6が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 が うんこだとして。えそれ解散ロゴ解散ロゴ ?363!363 ってやってて。で三反転させなきゃダメでしょ最初 3! ああそう最初それはしないとな。そうやね反転させてヘゲリワークスのロゴにしておいおいこんなののアイデアバンバン出てんじゃなええ 知らねえよそれをトイレ関係の仕事なんですかねじゃねえよそこで何を冷静にあいつ幹部ぶってさトイレ関係の仕事なんですかねヘゲリワークスでそういうロゴということはみたい幹部ぶって冷静になんか意見してきてんのいいじゃんいらねえよだ何かしなきゃいけないんだから俺たちはだからそういう話もしたでしょだってでえでその何先週したよ何か勝つために何かしなきゃいけないってそうそうそうヘゲリワークス立ち上げるってことこううい のから生まれるってのがやっぱ一番いい。いいよ、ね。<で>レージが社長だよもちろんでも。<coughs> それはレージが社長だよ。じゃじゃあ,あのそれです。それエゴマってるつもり？それ <laughs> レージは社長に置くから。安心しておいて。レージはのージの一言でみんな動くよ。<laughs> それは勘弁してそれは。それは勘弁して？じゃじゃ勘弁してっわけわかった。<laughs> あ利益を出さないと会社にならない。認められない。じどうやって利益出すねこのヘゲリワークス。<あー> <laughs> だからトイレ系のとか簡単に言うけど俺がトイレに対する不満とかそこをそうだねイジがいつもうんこしてたりしょんべんしてたりしてあるよ不満あるある。あかなん短えなとか短んなはそのね消臭感が足りないああ絶対臭いって言われちゃうから誰が誰に言われるのそのおーで な出ないよこの声えー、って <laughs> すごいねいすごいん、ね、でそれ気持ちのってるから出るうんあいやだから臭みだ臭み消しを始めればいいのかなあの臭みを一切出さない便器を開発するわじゃあ <laughs> いやそれはすごい難しいよねでもそれまあ社長としてはかなりでもかなりいいんじゃない <laughs> ヘゲリワックスの社長としてはかなりヘゲリワックスなあマジで じゃあこれで1位狙う会社立ち上げて、うん、で会社立ち上げてで、うん、あのー、リスナーの家に行くでトイレの<ん>、あのー、不都合とかを全部解決するええー、どういやそれできたらすごいでヘイリワークスとして活動していくとにいをメインとするってことそこいや別にあの何でもいいあ<ー>こ,このんいとか ああ、なんか古すぎて、うちの家古すぎて、合う便座カバーないんですとか言ったら。手作りじゃ、金の。そうか、そうか、そうか、便座カバー作るし、先に温めとくとか、座っといて。そう、そう、そう、あと、トイレ入ってる時に、あ、先に温めとくもいいよ。冷たいんで、冷たいのが嫌ですって言ったら、先に、だから、あれって一緒ってことでしょ。あの、秀吉と一緒。そう、そう、そう、そう。ところに、あ、入れて、増量。 トイレ秀吉としてケツでこう温めて1分5分間ぐらい冷たいの俺らが我慢して交代してもいいそこはメンバーもちろん最後は社長が座るようんちの匂いを取ってくださいうんちした後にうん。あそしたらえまずじゃあ社長がそこが出るよおおみんなまず外に出さして俺が全部吸い込むえっ じゃでもそのやっぱあのあれも買わないとね何そそそそそうううううで俺たぶんまするじゃん吸い込んでないかなでまひしちゃってさ「OK だよ」って言って「ちょっと待ってくださいまだ匂い消えてないじゃないですか」っていうのだけ避けたいじゃん手ぱりワークスとしてはそうだからそこはの一回安心させといて戻ってきた時にまた不安になるってことだけは避けたいからそうね だからもう限界吸い切ったってなって一回出てもらって俺らが測るわピッてのだからじゃじゃあそれいいよ俺もじゃあやるけどこれ1位取れるっていう三段なんでしょ山口さんいやだってそれしか考えられてないねあかりましたじゃあヘゲリワークスとして設立記念日うん今日何日 ?1.8 ですああ20241.8はいこれ今日から設立ですああおめでとうはいヘゲリワークスとしていや立ち上がったねでもし可能ならちゃんとあの陶器とかあるじゃんなんか陶器俺よく分かんないけどあるね そういうのもちゃんと調べてさなんかあるよね街にさなんか登記やりますみたいなさなんか法律事務所あるもんねあるあるあるなんか街にきあるじゃん街に行きあるじゃんなんかしんねるけどオッケーオッケーロゴも決まったしねうん。ロゴも決まったこれ刺繍でやってえ作業着のうん だから俺は社長っぽくシャツにネクタイに作業着着てるああえらい感出してるお前はネクタイなしねもちろん俺らは現場現場出てくから俺はスラックス灰色のスラックスにそうだねでネクタイで茶色のネクタイに黄色のジャケットあいいねネクタイにもロゴは入れようかじゃあヘゲリのねうん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 これかなりの。 これで1位これでさ、うん、全国のトイレのお悩みを解決するってなったらさ、うん、だって貢献度が違うわけじゃ、うんやってるやついないし、ね、いなビールワークス <laughs> なんかそういう掃除屋みはい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 、はい、水回りだったりと、はいあのー、エアコンだったりみたいなでもそこに頼めないようなことも俺らに、うん、何 もう本当のヘゲリがやばい。ヘゲリ。ああ、してね、何でも解決するね。トイレ周りだったら。うん、もちろん。あ、そうしようか。うん。一旦だが募集とかもかけてみたりするのもできるね。あのあのもオプションとして、うん。あの恋愛。なんか恋愛とかももちろん。もし、うん。そのヘゲリワークス。 としてじゃなくてヘゲリワークスとして行くんだけどあとプライベートでその恋愛でこういう悩みがありましたとかあったらいいよその一肌脱ぐしそれも恋愛の悩みとかトイレ回りか恋愛の悩みヘゲリワークスやりましょうかあじゃあヘゲリワークスはそれやろうやろうトイレ回りヘゲリ回りとえーとね恋愛いいねいい <laughs> 決まってきました <laughs> はいなので、あのー、みんなよろしくな、あのー、逆転するためにあのバンバンやっていくからもちろんそれだけみんなあの集中してみんなで集中してやっていこうよもちろんね集中集中一丸となってやっていこう頼むぞ聞いてくれてる人たちいいんだよな聞いてくれてる人たち聞いてくれてる人たちでいいんだよな <laughs> リスナーの名前 <laughs> それではカズチャーシティー今週もいけ 番組では、同じ家に住んでいて、寝てる時以外、ずっと一緒にいる僕ら二人が。毎週それぞれ体験してきた、まだ話してないエピソードを持ち寄るということになって。逃げろ。うん、逃げろ。逃げろ。逃げろ。え、なんかドンキーコングの。逃げろ。敵の。で、ドンキ。やばい。ああ。逃げろ。ああ。逃げ。ああ。逃げ。ああ。逃げ。ええ。逃げ。なんか。テレビ、なんか映像。ああ。逃げ。ああ。それ、な、なに。 トミあるあるこの狭間が一番怖い。あ笑ってくれてますね。いやあどうって臨時企画に入れなかった私ですよだって。まえまえ同で臨時企画にいやだっていつもあの YouTube ネルマに。 そのてっぺんライブっていう <laughs> そのあるんですよでそれ見てくれてるじゃないですか見てますこのネタでレ時企画にそのゾンビあるあるのあれで いやあの、はい、はい、あのレジ企画に入れるななら誰みたいなもうあの、はい、すいません今ね、はい、こ聞いてくれてる人たちは、はい、一つも意味が分かんないと思うんですよ今でも俺だけ今この状況が全て飲み込めててあの、まあ、全部説明するとあの夜寝る前にね山口と YouTube を見ててでその言ったらまだねライブも一緒になったことないような後輩たちのらネタをねあ,のあの YouTube で見て。 YouTube で載ってるからねそのライブの映像がねでネタを見てで山口がそれこそそのスカウトマンみたいなコントをやってるわけです YouTube の前でこ部屋でねで山口がスカウトマンそしてまた俺が社長になって,て <laughs> でレイジ企画っていうお笑い事務所の山口がスカウトは俺が社長っていうのででその映像を見て、えー「この子たちはスカウトしますか?」みたいなコントを。<laughs> <で>いや私たち。いやその「ゾンビ RR」っていうネタをやってる子を、はい、あの女の子二人組ね、はい、すごい僕が社長の僕がお気に入りで。はい、はい、あの私たち エドナチック、エドナチック、ちゃんね、エドナチックちゃん。レジ局に入れるという話を聞いて、できたんですけれども。<laughs> あ、あはいはい、直で来てくれたの、はい、今までごめんね、映像で。スカウトの山口に任せてたから。全部 <laughs> なんかこれ結構笑っていただけてた、エ <laughs> イジさんに。<laughs> でもね、でもごめんね。あの僕ね、あの君たちのね、ゾンビ R R も好きなんだけど、そうじゃないネタもう一本上がってるじゃない。あ、よく見てくれてますね。ポダンチョッキー、ポダチョッキーのね、よく見てくれてますね。あのネタ好きよ。入れたい。あっちでしたか。あっちです。あっちが好きです。いや、聞いてくださいレイジさん。はい。私たち、はい。このゾンビ R R の時の、黒の、うん。 ベースのあの外骨がに骨が、うん、そうです白の <laughs> その外骨の骨,、うん、骨の柄の骨柄の,骨柄のもちろん知ってるよはい T シャツを着てやってるんですけど <laughs> もちろん知ってるもちろん知ってるそれを洗剤としてるんですよ。よ <laughs> 潜在写真、それで、やってるんで。エドロチックちゃん。エドロチックちゃんの潜在写真。え、だって、それ以外のネタも、やるんでしょ、はい、ります。やる、やるのに。はい、そのネタだけの、やつを、潜在写真してやってる、はい。はい。ケータ。ケータちゃ面白い。入れる。ありがとうございます。零時企画、一人目のメンバーだよ。ありがとうございました。あ、ちか、あ、これだった。俺が、エドロチックちゃん好きすぎて、見てた。幻想だったんだ、今の。 おーレジ企画のレイジ企画、うん、あのさわけわかんないってマジでだから芸能事務所レレイジ企画とか <laughs> ヘゲリワークスとか <laughs> なあやるなよやるなよというかそんなこと、うん、そんな、えー、後輩 まだ一緒になったことない後輩ちゃんたちのネタ見てコントででもね俺はね入れてあげたいの何かあお前スカウトだもんな礼二企画の礼二企画に入れてあげたい人たちを俺はだから礼二社長これ見てくださいっていつもこうやるじゃないやるでももう一組は確定してんだっけなそういえばえっ誰だっけ とオレンジのシャツのあのこう <laughs> あゆ夢見るマカロンちゃん夢見るマカロンちゃんもいい面白いねタが面白い面白いんだよ夢見るマカロンちゃんもあの女の子二人なんだけど<う>面白いんだよ、ね、ネタがでエドナチックちゃんと夢見るマカロンちゃんねあそうだね、うん、あんあもうエドナチックさんももう確定ですかうんうん、うん、面白い面白いもんお好きだも本当にそのそのスカウト担当としては こういう場で言われちゃったらもう入れるしかない<ー>家でだったらさ俺もストイックになっちゃうというかさ、うん、俺が自分で冷静企画っていうもんだからしかいないなもんね社長と作家といろいろねあの裏方の。 音響証明とかで生意気なんだよそんなこと裏でやってるの <laughs> 作家とかそのミニコントみたいなのやってるのでしかも俺な言ってた今音響証明俺はスカウトだから <laughs> やれよおめえも <laughs> いろいろでレイジ社長この人はどうですかが俺のまあね、うん、いやでもいいですよ夢見るマカロンちゃんもいいし、うん、エゾンチックちゃんもいいですよ <laughs> <laughs> いや、ちょっとまた探しますんで。はい、はい、お願いします。はい、教えてください。面白い芸人さん。分かりネタ見るの好きなんで。<laughs> あの、僕からはですね。はいうん、一応、あの、僕、遠峰礼二の。はい。あの、遠峰礼二。あの、先に言っときます。あの、面白いとかじゃありません。何。<laughs> ね、じゃ、別に、じゃあ。ねえ、ねえ。じゃ、いいか、こなんな行くかじゃなくて。<laughs> 聞くんだよ、相方なら。そうだ。な、どこ熱くなってんだ。<laughs> いけ0時話俺たちは二つで一つああ、心では繋がっているんだそうだそれでしかないいけえそれでは参りますトーミナレージで <laughs> 今年の初泣きわお、良さそうね、すごいよ、入りこのん <laughs> <laughs> 初泣きしました、今年おーおーえ、だってまだはい1.8だから7日ぐらいしか経ってないよ、はい、ええー、1月3日です 1.3? はに初泣きしてますだ東京帰ってきた日か 創業帰った。次の日で、うん、山口さんと出かける準備する、準備してる時です。<う>あのー、発売した瞬間を今日教えます。お願いします。はい、えっと、ね。うん、テレビでね、あの、うん、テレビをつけながらね、うん、準備してたの。うん、で、テレビで、あの、さんまさんと、たまおさんのね。うん、あのー、あんたの夢を叶えたのか。 スペシャルみたいなそれこそ全国回って夢を叶えるっていう番組面白そう面白いんだよっていうのをやっててでえっとチアリーダーチアリーディング部あのさ広瀬すずちゃんがさ映画やったの覚えてるあれの元ととなったチアリーディング部なるほど の子たちが夢を叶えたいって言ってバーンって出たの。でその夢がその今年多分そのジアリーネムが10周年みたいなそのそれ再放送なんだけど再放送だったそう10周年その年が放送された時10周年ってなってそう10周年という区切りでそのお世話になった顧問の先生顧問の先生がもうみんな大好きなの顧問の先生のことあの V とかも出ててあの 現役の子たちももうあの先生にはもう本当に感謝しかなくてみたいな。なほで部位他の部位もバッて言ったら OB の子たちもいやもう何か今もう,もうチェアリーディング部卒業しましたけど人生で何かあったらもうあの先生に相談するぐらいっていうなんかそういうのも乗っかってんの。うんうん、ななんもう絶対的な先生で,でそのチェアリーディング部の子たちがその子も何の夢かって言ったら。 顧問の,の先生にが、うんあの「サンボマスターが好き」って<ー>ね、あのー、らしいのね。 学校にに来ててもらっ体育館でその生演奏でチアリーディングしたいっていう夢だったのめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃゃんめちくちゃいいと思ってやばいこれ山口さんと出かけるタイミングだけどごめんだけど山口さんもうちょい下で待っててくれっていう心で思いながらちょっとこれだけ結末見たいみたいなもうちょっと寒いとこにいて。くれるっってててん思思よだけど そのねいざその当日になってサンボマスターがもうドラム全部セット演奏のを体育館にしてるわけで体育館のステージあるじゃんステージの前にサンボマスターがいてそのステージの上にチェアリーディング部の子たちがいるのよその現役のねで照明がもうちょっと暗くなってる状態で先生が入ってくるわけなんかこう案内されてねサ先生来たらんかそのえみたいな。 でちょっと暗くて明かりついたらサンボマスターいて演奏始まってみたいな「ええー!」みたいな先生もうちょっと泣いてるの俺そこでは泣いてないわけ俺はねで先生もちょっと「ええー!」みたいになって「で諦めないでどんな時もね」に乗せてチェアリーディングの子たち踊ってんので超いいのよもう全力で。 あのもう笑顔で先生ももうんか先生もパワフルな人でしかもそれがんだっけこの「諦めないでどんな時も」のテーマなんだっけその途中で挟まんのそのんでこの歌かって言ったらどあのねこのタイトルなんだっけ「ないで」諦めなないでどん時もで歌あるじゃん「できっこないをやらなくちゃ」っていうタイトルでなんでこの歌かっつったら先生 がねチアリーディングもそうやって全米とかで優勝させるところに持ってってるんだけどそうそうなのよ日本優勝でそして全米でも優勝を取るみたいな全米の大会でもでも先生もチアリーディングやったことないのよやったことないのにお仕事たちにでできでそれでできっこないをやらなくちゃっていうのがこの先生に当てはまってるみたいなで諦めないでどんな時もで先生もう今までの10年思い出して泣いてる泣いてるわけで俺はまだ泣いてないここでは。 俺はここでまだ泣いてないわけあの遠ーレイジー遠峰レイジーはまだ我慢してる山口とまでかけるしなここで泣いたら多分下で行って鼻声になってるからレイジなんか泣いてねってまたいじられると思ってそこで泣いてない我慢もしてるで諦めないでってやっててで演奏がちょっとこうあの感想に入るじゃんで感想にこうやってずっと入ってでその時もなんかもう先生もう感動みたいなででも生徒たちもなんか下に。 降降りりてててききるのののかかかななた確俺が正しければでまあみたいな現役の子たちとも「ありがとう」みたいにやってでちょっと感想流れて最後の「諦めないで」って大サビもう「諦めないで」ところでなんと OB の先輩 OG たちが入ってきた体育館にで先生また「ねえ!」みたいな「え!」ってなってその子たちに駆け寄って「あ!」ってやったここ。 です、僕が初泣きしたのは <laughs> <laughs> めちゃくちゃ良かった、あれが伝わったかな、これで俺の話でやちどこで自己紹介してんだよ <laughs> カムストー,ーアナチャンシテはい、それでは、えー、今週もコーナーをやっていきましょうなるほどはい レイジの兄ちゃんのコーナー、うん、いやいやいや、帰った方がいいだろう。これで帰った感を得てないで。<laughs> ええー、私、レイジの兄ちゃんの目撃情報を送ってもらっています。山口さん、お願いします。来てますよ、目撃情報。もういいんだよ、その目撃情報全部よ。いきます。東京都、うん、ラジオネーム、ハムで恩返し。ハムで恩返し。レイジの兄ちゃんを見ました。ああ、どこで 人んちの砂利を盗んでいましたはかえよいや恐ろしい自分の家に巻くんだろうどうせ恐ろしいねわかんないもんねあの砂利超好きなんだようちの家巻いててなんで砂利好きなのわかんねえ砂利親父も好きなのうちの。防犯用とてことあ音がするときにってこと誰かが敷地内に入ってきたらじゃっちゃってなったらあっていうでもほんそうでうちの家超見てるもんさなるほどうちまだあるてかなんかいじられた時もあるよ 防犯カメラつけてるからうちの兄貴もんかいたずらされて駐車場とかえそうなんだそうそう恨み変わるあまあまあしょうがないそれはそういう人生だって来てるからまだ愛知県ラジオネームちょうどいい距離感ちょうどいい距離感イ時の兄ちゃんを見ましたあどこですき焼きで生卵5個使ってましたあのねしがちそういうのあのね金の使い方とかやっぱ下手だからうんうん なんかね、あったらすぐ使っちゃうからそういうのもやるんだよんだからいいじゃんっんだよ、この方が濃いんだよああ<ー>、<laughs> いいねでも素直で <laughs> まだいます、見てますラジオネーム早稲田大学卒業生一同 <laughs> すごいなレジの兄ちゃんを見ましたどこでバイキングで最初にナポリタン取りすぎてすぐにお腹いっぱいになってましたバカ <laughs> だマジで俺いいやってこいってで 多分何時間か後には腹減ってきて「うん、いやーああの時もっと食っときゃよかったな」<laughs> <laughs> ちょっとまだ来てますああラジオネーム「水、うん、星の如く」水星の如く0時の兄ちゃんを見ました、うん、どこで新しい学校のリーダーズの子たちに「うん、誰が一番喧嘩強いの!」と聞いてました <laughs> <laughs> 言ってないんだよ喧嘩で。 ケンカで売ってねえんだよ新しい学校のリーダーズいやーそうなんか番長みたいにしちゃったってことスケバンだと思っちゃってうでリーダーズとか言ってるからおめえらが学校の頭なの <laughs> ってなって <laughs> でその、ね、その4人の中で誰が通えのってなっちゃったってことでしょ怖え怖えとかじゃねえバカだ,だけだよちょっと以上4通ですねマシなのねっていうかやんなよ2024年まで来てこんなこといやかなり目撃情報あるね おい、鳴らしてないこのバン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 のやつもっと欲しいね目撃情報いらないよ、いらないいらないですわかりました皆さんもう必ず見ても黙っておくようにでも東海さ、東海行くじゃん俺らああ鹿島にね、あの茨城の地元警察署長見に来るかないや来るわけねえだろ警察のとこのこのこ 捕まっちまう可能性があるんだから、何かしらで。来たら最高だけどな。じゃあ、どうする?。来たら。うわ。<laughs> いる。<laughs> え、逮捕する?。逮捕だね。<laughs> 一応やってみるわ。え、一応俺、映像撮ってくわ。<laughs> うん、そう、一部始終撮って、うん、お前がもし、一ちい警察署長として兄貴逮捕。うん ってなったら、うん、あの一応映像っていうか音声撮っといて、うん、あのそれだけの回にするあのカメチャシティを <laughs> そ,のその時の音声だけの回にする、はあそう、うん、やってみようかな <laughs> まだすぐ手錠外すんでとかもありながらね <laughs> そういうのもありながら <laughs> 悲しいよ俺はこんな形で家族いじられてないや,いやマジで。<laughs> トミナリーをいじってない。やめてヘズマリュミーミなになに <laughs> 俺はそこだけはな敏感なんでなになめんじゃねえぞ <laughs> ああはいじゃあもう一個いきましょうか何？なにええー、教えてカーナメモリー <laughs> <わ> <laughs> リスナーの皆さんから単語を募集して 我々のの憶の扉をどんどん開いていくコーナーとなっております。うん、えー、ということで早速皆さんたくさんメールを送ってくれましてえー、この中から1枚引いてそれについてトークしようと思います。なるほど。じゃあ引いていきましょう。あそれかなあこれ、うん、じゃあぼさん引く確かに。はいじゃあはいどうぞ引いてくださ、はい。はいじゃあこれいきます。はーい何ですか単語言ってください。うん、<laughs> えーっと。えー県ラジオネームうん 両側同時通行。お、両側同時通行。初恋。うわ初恋。ああ、初恋なんだ。俺も小学生。ああ、小学生？うん。俺は保育所の時だよ。ええ。そらするよ。そんな時から。するするする。でも好きっていう気持ちがなかったな、そういう幼稚園とか俺はだから、好きで、でも。誰誰を。 同級生とで残酷な遊びとかして男が後ろを向くわけ飛行機の遊具があって飛行機の遊具の方を見るのでその飛行機の遊具の方の後ろから男の後ろから女の子45人が好きな男4人ぐらいいんだけど女の子45人が好きな男の後ろに並ぶみたいなゲームやって「うわっ!」。 あのが <laughs> だからその悔しい経験を経てあの小学校中学校高校大学って恋愛していってるわけですから <laughs> そうなでその好きな子にむかつくなね好きな子に卒業の時に何かあげたな俺、えー、母親と買いに行って。 なんか髪の選ばれななかったんでしょ選選ばばれれいのに選ばれてないっていうのも選ばれなかったみたいなことも選ばれなかったっていう言葉じゃないと思うけど多分母親に言ってんのその日すぐ俺泣きつくから失恋したみたいなことまあそんな言葉ではないそんな言葉ではないけどね泣きながら言ってんのででも好きなんでしょみたいな母親はで俺もうんみたいな <laughs> じゃあ卒園の時にさみたいな卒園近かったのかな<ー>それ何かあげたらいいじゃないみたいなのであげた記憶はある何かは覚えてないそれは髪を縛るええっ主的なものだったと思うんだよな<笑><笑>それは大人だねかなりねもう照れながらあげた記憶があるもん <laughs> 泣きながらあげた泣きながら <laughs> <laughs> で走ってお客さんだせえな俺の初恋 泣きながら渡して、走って逃げて。<laughs> <laughs> 山口は<を>。俺はだから、小学時代、うん。あの。全員が、もう全員のアイドルのこと好きだったね。ね、うん、俺はだから。あ、もう、言ったら、あれでしょあなた。全員のアイドルのこと好きで、うん、その全員、男子が全員好きだから。男子で下校している最中に、その子の歌とか歌って書いてたじゃん。そう。さやっていうね。じゃ歌ってみて、今その歌。 が好きだと叫びたいすごいよね、お前の小学校。マジで改めて。サやヤが好きだと叫びたいハモリのやつもいながら。ハモリのやつは多分結ばれないだろうね、サやヤは。<laughs> 明日を変えてみよう、みたいな。明日を変えてゆ、うん、こうかな。みたいなことを言って,て。明日を変えよう、みたいな。 で明日はもっとさやのこと好きにさせよ <laughs> で、えー、その後人んちに<え>人んちの玄関のポストにお<う>あの何か干からび <laughs> <laughs> 当時よ。<laughs> まずいかこんなこと言ったら。 逆に俺がもう一人喋ってるってマジでもう一枚だってもう一枚最後どうぞどうぞラジオネーム真夜中は何食ってもうまいさんから頂きました文化祭これはもうこれはもうじゃん重ー。うんあの我々が初めて人前でネタをやったのが中学年の時の文化祭ですよそうだね あれってさあれんか歌でも歌おうか最初ってなって最初そうだっけあれ最初歌歌うってなってリップスライムとかをスケボーキングが3つしかにしようねすごい中学生だかで歌を歌うってやってて歌の合間に歌を何曲か歌おうぜみたいなステージの上であるじゃんよくねみんながやる。 であれ歌を何曲か歌うとで歌の合間にショートコント挟んだりしてみたいなうんうんうんそうだねうんでちょっとそれで何かやってみようよでショートコントの練習みたいなのちょっとしてたらそっちが楽しくなっちゃってそうだね<ん>そっちがメインになったねそうでもう歌いいわってなって歌は「スラムダンクだけにしたんだよねそう歌は「スラムダンク <laughs> それこそ「さやが好きだ」とじゃないけど「君が好きだ」と叫びたい歌ったんだよだねなぜかでそれ一番滑っ 滑ったね、それが。一番受け。ええ、すごい、モテた。あれでな。はい。いや、なんであれめっちゃ受けたんだろうな、あれ。知らねえ、あれ、一番受けたんじゃないの?。あれ、なんで受けたの?。わかんねえって。ドラムとかもやってたから、からなのか、なんか。あ、なんか、歌歌うだけで受けててるね。ダンコールやっても受けるし。が、その、あの、俺らの中学にバカしかいなかった。

マジでねマジでじゃあじゃあチコはしたいトゥンみたいなえだから受けたん分かんねえ楽しかったねあの時ねつなぎきちゃってねオーバーオールきちゃってそれぞれ色が違う俺水色の T シャツ俺水色の T シャツ山内さん何色俺黄色黄色のモンマーもーモンマーもう一人いたんですよあのジューシーって俺らが19に憧れてうん あのジューシーっていうねお笑いトリオお笑いトリオですよ。そうなでやってたんだけどもう一人いたんだけどあれさどんなやつやったっけあの時あのえっとねすごいよあの三段落ちみたいな一,一丁前にやってて <laughs> で俺,俺がまず「<laughs> うん、見てよこれ」みたいなショートコントだよ「うんうん、見てよこれ」「キティちゃんのキーホルダー」みたいな。うん え、かわいいじゃんみたいな。で、ンマが次俺の見てよみたいな。ほら、あのドラえもんのキーホルダーみたいな。で、うわ、すげえじゃん俺のの見てて、口が出てきて、俺、ナメくジのキーホルダー。あキューシャミで、ボーで、ボーかわいくないその中学生。面白いね。面白い。中学生。ナメくジのキーホルダーキューシャミってこってボー 俺門馬が飯食ってる一番滑ったやつなあれが一番回ったやつな「腹減ったよ」みたいな二人で俺と山口が「腹減ったよ朝から何も食ってねえからよ腹減っちまったよ」とか言ってで門馬が後ろ向いてんだよねしゃがんでんだよね後ろ向いてで立って振り向いて「俺も何も食ってねえから腹減ったよ」って言ってるその口の周りに「 なんかミートソースみたいなのがめっちゃ赤い点々をつけたんだよね、うん、髪かなんかで,、うん、で俺もついやお前嘘つけよミートソースそんなつけて、うん、ってて受けない <laughs> <laughs> 懐かしい,懐かしいなんかかわいいね、うん、かわいいよ あれでもすげえほかほかほかし興奮。だからマジであん時の興奮のせいでお笑いに進んでる可能性あるからね。あね、あれ興奮あった。なんだこの気持ちよさみたいな。気持ちよかったね。うん。でなんかビビってなかったしな。そうそう。モンマだけビビってた。モンマはめっちゃビビってたんだよ。俺と山口が全くビビってなかった。そう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 あの一番の時に気持ちよかった瞬間がまあ受けて俺らが終わ

<laughs> 早くお笑い界でそうなりてー <laughs> いい気持ちよかったんだろさずかし中学校の俺らは。よかったよでもレイジはねは <い S 2> その後にまだ演劇が残ってたから <laughs> レイジはまだあのこっちに戻ってこない俺はね演劇の主役だったんですそ, <う S 1> あのその後うんうん僕がねあの学校一日休んだ日がありまして。うん その休んでる日にその先生たちが書いた脚本の演劇みたいなのがあってその演劇の主役に休んでる日に抜擢されてて。 で、学校次の日行ったら、え、主役だよみたいに言われて、あ、そうなんですかみたいになって、なんか俺がいじめられるんだよね。そうそう,そうそうそう。俺がいじめ、なんかそういじめを、うん、えー、あのー、なんていうのまあそうだね。で、お笑いやった後にすげえ真剣な<ー>演劇の、<laughs> <laughs> だから幅の広さを見たんじゃない<ー>レイジ、タオルネレイジという人間の幅の広さをお見せすることで成功したんじゃこういう感じよ。あの、 かばってくれる友達がいるのよなんでこんなことするんだよみたいな礼二くんをみたいなイジって名前じゃなかったと思うけど潤とかなんかいたよあそうそう潤ね同級生ね俺らに多分潤とかが俺をかばってくれるのおいそんなこと言うなよそんな一緒にご飯食っただけでは映ったりするわけねえだろみたいなこと言うんだけど俺はそのかばってくれたやつに大丈夫だからありがとうみたいなそうだ結構だからずっとなよなよしてそうなよなよしてうんじゃ大人よ大人なんかその分かるよ 怖いよねみたいなのを言った記憶が思い出してきた俺言ったよその「そうだよね怖いよね俺となんか僕とご飯食べるの」とか言った記憶があるそれで母ちゃんがさめっちゃ泣いててめっちゃ泣いてて俺の母ちゃん見に来てて俺の母ちゃん俺が本当にその立場になったって俺の母ちゃん,っっちゃんも泣き虫だからさめっちゃ泣いたって言ってた。 あんなあんな面白い後にさレイジがあんなことな演劇であんなことになっちゃって泣いちゃったみたいな言ってた言ってためっちゃ言ってた思い出すな <laughs> はいいいですね思い出しましたね久しぶりにはいえー、ということで、えー、今日のコーナーは以上となります来週もどしどし送ってくださいねなるほど、はい、いや最後にね、はい、この来ましたよ宛先いい、えー、何来ましたよ読むだけでしょ あるよねだからそのうないみたいなのはじゃもう終わったじゃんうない本人うないあなか本人から来たでしょんあ,あないあねで、ね、やめてこれ怖いから <laughs> このうないのあなのやつないっていうのをそのブースの外のメキシとやり取りするその間たん <laughs> 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 じゃないやっぱり。<laughs> さっきののレジじゃないだから俺の体もさその何ていうのもうこの今エンディングに向かって油断してるわけ「押し殺してた」「がエンディングが終わったと思って出てきた」「おう」じゃねえようないうナの方のメールアドレスなんですけれどもシティの方の「アットマーク」の方 dbs. の方でやるなそのメールアドレスなんですけれども何がメールアドレスなんですけども c ティアットマーク tbs. の方で 送らせていただければと思いいます送らてただければお前が送るわけじゃないだろお前が送るわけじゃないだろ送らせていただければとか送る側の意見だから送らせていただければ少しずつ送らせていただければ送ってもらう側なんだよお前は送らなに俺違う人を目標に立てようかなうなやなという夢を叶えたからどうしますかうなやいを超えていくうなやいを超えろのうなやいを超えろのコーナーだからこれはでもさ超えらんなくない なる猫のねあのね猫と思わしてで金を食らわされた後ので声がした瞬間にえこれマジうナいじゃねえって焦ったんだよちょっとあの誰ですかわかんないわかんないんだけどあの望みをかけてあのこれを聞いてるあの芸能活動されてる方の送ってくださいそしたらさ炙り出せるじゃんいやこんな人炙り出しに成功しましたってことね。 いやでも確かにそれちょっと俺も気になるの気になるでしょ逆によしそれしようぜどう頼むわな聞いてくれてる人いや聞いてくれてる人たちねリスナーの名前じゃあうないのコーナーねちょっと頼むわうないのコーナーにうないを超えろうないのコーナーでもいいけどねうないのコーナーに著名人有名人芸能人送ってくれ誰か聞いてるでしょいい望みをかけてますこれそうしようそうしよううんねっ はい、ということで、お相手はカラメスタウンのレイジと、イやーやよろしくしやばいあっ復活したあ生きたんだあいつあんな音かと思ったあいつ生きたんだあ生きたねいいや。おいもうあれは、もうダメそうです。やばいレイジさん。も 応援してください。せやで、応援しただパワフレージを応援した。しフレージ応援しやってくれ。復活したんだよ。脈が。いけいけ、東大はあ。揺さぶせ、東大いけいけもう、くたばることなんて、うん、お前にはないはず東大届いてるかどうだ<っ>もっと。 もっと本気で。マジうもっと本気で頼む。マとかもムカつくんだよ、レジ本気で頼む。やってるって。でも、東大には届いてないんだよ何の応援だったら届くんだもっとなんかこう、激しい系のがいいかもしんない。激しい系うん。鼓動にこう、心臓に来る。東大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 どうだどうだ